もうおなじみだと思いますが、今日鈴木さんにとって大事な日だったんですよね。一言お願いします。鈴木あきです。皆さん、去年に引き続き呼んでいただいてありがとうございます。あ、すいません。私は、かれこれ10年以上善光寺の大本願入寺院というところにご縁があって、大会の収益を寄付させていただいている関係で、こうやって信州プロレスさんとご縁もできて、こうやって参戦できております。今日私は信州プロレスさんができた年に、デビューをして今日デビューしました。だから2007年、はい、に、の10月13日にデビューをしました。ありがとうございます。デビュー記念日が信州プロレスに迎えられて本当に幸せです。ありがとうございました。拍手。わかんない。僕はデビューして35年なんですよ。でもデビュー日をちゃんと覚えてるっていうのは素敵なことですね。小猪木さんは何がデビューですか？30何年ですよ。小猪木さんはあれですよ、実は子役時代みたいのがあって、子役今暴れ発着ってね、昔、はい、いや出てない、あれに出てないんですけど、出てない、はい、でも暴れ発着シリーズのなんか小さい頃オーディションを受けてる。いやいや、それうちの西口プロレスのメンバーの誰か、あなたじゃないの？それこそ18ぐらいから、そうだな、世にも奇妙な物語とか、レオパレス21の CM とか、はい、出さし、あのアントニオ恋の木になる前に出させてもらってます。だからまあ芸術の、あとキムタクとサッカーのドラマ出たんですよ。まあ、僕は見て分かる通りジャニーズ顔なんですけど、僕はだから16歳でジャニーズに応募して、まあ結果で言うと連絡が来なかったんで、まあ今も待機中なんですけど、入ってたら、まあスマップのロンゲ担当です、多分ね、うん、ローラースケート。だからあのスマップの、シュートって映画には出てます。20代の頃の僕がチラチラ映ってますからね。まあ興味あって、ただ本当当時単発ですよ、本当くりくりぼっちゃんがりで、それで我々やってたんですけど、猪木モノマネ、調子モノマネ、その時やってたんですけど、その頃ロン毛カツラかぶって調子モノマネなんですよ。だからそれが茶髪のロン毛だったんです。あ、茶髪の短髪で、入場の時だけ汚い面かぶって入ってきて、そう、そっからね、本当リンクシューズもなくて、あの頃本当ソックスで、白ソックスと黒ソックスやってたのが最初ですね。ほら、むちゃさん、俺と小猪木さんにマイク渡すと長くなりますよ。まあそうね、デビューというので思い起こせば、すごいね、ようなね、こう空間になったので本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さんこんにちは。私は長野県の下諏訪町出身です。こうやって長野に帰ってきて試合ができるのはとても嬉しいです。私はいつも普段は東京を拠点に全国を回ったり海外で試合をさせていただいてるんですけど、しずくさんと一緒で結構バチバチな試合が多いんです。ただこうやって地域だったりとか、その県だったりお祭りだったりを盛り上げる信州プロレスさんがとっても楽しかったので、また参戦したいですし、私たちのバチバチな女子プロレスも見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。本当の7年目か。はい、ということでね、アンちゃんも実はですね、今から4日前がロンドンにいたんだよね。ロンドンで試合してたんですよ。昨日もロンドンから昨日帰ってたんだ。昨日帰ってきて、諏訪湖にイカダの上にリング浮かべて、その上でやって、イカダから落ちちゃって、諏訪湖の中がドボンね、諏訪湖に落ちました。ロンドンから戻ってきて、で、なんと今週末はですね、中国で試合があるんですよね。中国で試合あるんですよ。大丈夫なんですか？ボクシングがさ、すごく盛んだから、あんまりなかなかね、受け入れてくれない自分は中国行くの2回目なんですけど、ものすごくみんなお酒飲んでパーティーみたいなところでプロレスをするので、また国によって違くて、はい、面白いので、はい、プロレスは理解してくれる。はい、でもすごい罵声みたいな負けるのを飛んだ気持ち。ね、うちとは真逆ですよ。
はい、汗が飛ぶことはないですよ。そこまで真剣に見てる。ニヤニヤしてる。何やったってニヤニヤしてる。お互いニヤニヤしてる。で、まあそんなアンチャムですよろしくお願いします。はい、いや実はもうこれ小ネタですけどね、小ネタというか小力さん、小猪木さん、そして私、そしてポンタ、そしてエバンチョ、そしてヨッチャ、同い年です。はい、どうでもいい情報でしたね。はい、ちょマスクマンが年齢だけは公表するから。あ、そっか、ね、そうマスクマン正体不明の謎なんだから。謎なんですよ。謎ですよ。はい、あ、コメント言われた。タテシナの方います？いないですよね。タテシナから長野に来るのは2泊2日で来るんですよ。来ねえよ、来ねえよ。地獄だけなんだよ。ちょっと立石さんとか言うのやめてくれますか。長島さんです。ちょ、会社には内緒でやってます。はい、まあそんなことで、はい、じゃあですね、そろそろ時間となりましたので新春プロレス締めをぜひ皆さんと一緒にやりたいなと思いますが、皆さん一緒にやっていただけますでしょうか。ありがとうございました。で、最後までぜひ皆さん立っていただいて、はい、1,2,3 新春アップラップルを皆さんに締めていただきたいと思います。皆さん一回飲みましょうかね。え、いや疲れたでしょう、ずっと座りっぱなしでね。さあ飲みていただいて、はい、1,2,3 新春って言ったら皆さんで元気よくアップル、アップル、ね、こちらで締めさせていただきたいと思います。なお締めの後ですね、あちらの方で物販やりますんで、小力さんもいいですね。小力さんも、そしてあちゃんも、はい、あの物販います。小力さんも、はい、行きます。では新春プロレスのグッズバンドについてよろしくお願いします。それでは皆さんで元気よく新春プロレスの締めいきたいと思います。1,2,3 新春アップルアップル、ご唱和ください。それでは今日一番の元気でみんな